って考ええた人が天才だとと思うよな、えー、とすき焼きだと俺の分はこんばんは今ほらアイス食べるからさ食べようはいあああんまり甘くないああんま甘くない黒ごまおかえりごうさん 全部もう全部全部あのなんだっけ 8, 8時間なん,かなんか9時ぐらいまでなかったっけそうそれあのそう全部つけて聞いてたそうえっ、ー、とトニーアイスいいねそうなんかこれ前回きな粉かきな粉やって美味しかったんですよそうえっ、ー、とこんばんは弁当さんこんばんはーおかえりーポコはポコはあのー、明日にしますポコは。 えー、すき焼きゃあざあすやばい松代君いよいよ耳までまずくなったねあーあー豆乳の成分無調整って豆腐飲んでるみたいじゃないあーでもおちゃんその豆乳は味がついてないと嫌なんですよなんかあのー、だか豆乳抹茶豆乳が一番好きなんですけど葵ちゃん抹茶豆乳きな粉豆乳が好きで味ついてないとねあんまりなんか飲まないうん,うーん えー、甘くない甘くないよ甘くないもうちょっと甘いのがいいんだけど。うーんー、はちみつ、はちかな何どうしたらいいこれ甘くするには。甘くない。ごまの味。えーと、あんまり甘くないのがいい。本当になんかごまって感じ。えーと、やおうちゃん、お久しぶりじゃん。おかえりよ、おりさん。こんばんは。うん。うんどん。 ごごま、見たことないおかえりマーゴー笑い <laughs> ねーえ,え,え,えきな粉が美味しいんであとねじゃあ気になってんのはなんかさ、この種類ってめちゃくちゃいっぱいあるじゃんなんだっけなんかさ一時期流行ったよねこれで推しの画像を作るやつデザインででひそかに気になってんのはチョコミントのやつとあと焼き芋とおしるこそう。

うん、んかこれダイエットにいいらしいよえーとごまを多めにしてほしいし多めーおかえりかもいもんうーんまぁ、あ、ちょこれ食べながらちょっと鬼滅びっくりマンを開けたいと思ってるんだおいたんうーんうんなんえーとやっぱり豆乳はコーラ豆乳だな駄菓子のコーラジュースえコーラえコーラ何それコーラのコーラコーラ コーラ…えコー…え炭酸え <laughs> 黒ゴマ系うまいわアオイタも黒ゴマ系好きだけどちょっと甘さがない全然カサカサあおかえりひらため豆乳だよ夜ご飯えー、チョコミントは飲んだことだけ日コーーしたこと…えとアオイタンアイチョコミントアイスが好きだから絶対にそれは美味しいと思っている ブラックチョコ飲んであ待って美味しそうだなあでも甘くないかなどうしたなんでちゃんと薬分しないと減点なのって顔しやがってこんばんはあー薬分とか懐かしいね薬分ミスはないでしょおいた、えー、昔毎日成分調整の豆乳飲んでたけど結局ずっと飲み続けないと途中で飽きてやめちゃったいやなんかそう一時期そのなんか毎朝豆乳飲んだりするのにはまってたんですけどなんか抹茶の 抹茶豆乳にして飲むのが好きなんです抹茶豆乳かきな粉豆乳そうそれがなくなったら豆乳飲まなくなる、えー、そのまま飲むのはたまりかけは冷凍は手が出ないんだよなそうなのかなんかあうたもでもこれもね1週間ぐらいずっとこうやって凍らしといただけ <laughs> うん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 じゃあコマん,ばんこコタンはマヤにニんおかえりーえー、それのコーラ味まで赤いパッケーええー コーラはちょっとと遠慮しとくよあオルテガさんおかえりいやてかオルテガさんってさなんか抹茶も好きじゃないしさ何んなのね甘いのが好きじゃないってことバナナ豆乳冷凍庫にあるけどいつのだろうか怖い,怖い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 でもこれあーでもそうでもないよ来年の3月末までだ賞味期限えーとこんばんはすき焼き残ってるもう食べちゃったよおかえりとやったさん ダイエット始めてから甘いもの食べてないけどなきゃないで別に大丈夫なもんだねあーそうなのえー、禁断症状が出る甘いの食べてないとダメだよしということでまあちょっとこの豆乳アイスなんかねまだちょっと全然そんなにねそんなにいっぱい溶けてないんでちょっとびっくりマンチョコ開けたいと思わおいたあ違うあちょちちじゃあみんなに聞きたいことがあった言いたいことがあるんだようん あの何えっ、ーねえー、と物ぐらいんん、えー、になったことあるなあ,あるあるある全然ある全然ある今は今はないですけどえっ、ー、と チョコミントアアイイス、スの俺も俺もチョコミント好きえっ、ー、とノッチーでしょ昨日雪見だいふく食べすぎたか今日はアイス食べない日えあおいタンは明日食べようと思ってる何何あのおいタンのね福袋をねあの何まあ年末から販売して年明け発送で出す予定なんですけども1個問題があってん。 ね、皆さんの左手のバナーにある「青いターンオンラインショップ秘密の刃ショップ」があるんですけど、あのー、ブースっていう、まあ、ツールを使ってやってるわけです。でそのブースのなんか 猫、まあ、ポスもそうだっけ安心安心パックみたいなの使っててそのお互いの住所がわからない匿名配送を使ってるんですね。であのまあファンの方はそっちの方がいいかなと思ってやってるんですけど福袋をですね、あのー、ポスターカレンダーまあカレンダー、うん、ポスターカレンダーを入れようと思ってるんですけどそれを入れるとなると、まあ、ちょっと大きくなるんですよ。 その入れダン、まあ、ボールかもしくは紙袋なんですけどでそのサイズが大きくなって計算をしたらですよポスターを丸めて何センチになってあこのサイズだったらこの箱だなみたいな計算したらですね配送料が1300いくらしたんです匿名っていうのもあってあそんなに上がるんだと思って普段は300いくらでちょっと上がると500いくら。 でなんかすごいあのそのサイズやったらその送料があのー、1300いくらであのしかもそれ関東内での発送,発送受け取りなんでいやだから匿名っていうのは、まあ、大変なんでしょうね分かんないですけどどかと思って本当にそうなの。でで今悩んでいてだから送料を まあちょっと割り切って別にするか別にして中身をすごく豪華にするかまあ中身ちょっと雑になるけど雑ってわけじゃないけどその,あの送料を込みで1万円にするか悩んでいてちょっとちょっとあね一応5,000円の袋と1万円の袋と作ろうかなとは思っているんですけど1万円の方にポスターカレンダーを入れようと思ってるんでそうなったらねニゃーって感じニゃーニャーニゃーニャー。 うんうんうーんえーどう,どうかな言いたいことを結婚してください了解。 んんんんもう一回えミーー、ミスタードーナツアイスめっちゃおいしかっただよセブンで言ったミスタードーナツアイスおいしそうおいしそう福袋福袋いやそうだからあ相手の住所正直ね正直ほんとそうあの相手の住所をまああのー、こう書いて送るのが一番あのー、何 送料的には一番あれだけどその現金10万円入りの福袋1万円で販売してくれたら買うよいやまあそれはなんかまあこういうのがありなのであれば入れるけどいいねポスターカレンダーそうポスターカレンダー高いね ゴーさんとこ送ろうとしたらもういくらになっちゃうのよって問題高くねいやいやどけんだよそういや間違ってない間違ってないこの私が計算したえー、どんだけでかいねいやなんか普通にあのあれってだから縦横幅のその計算でまあなんかさ1 0 0チ以内とかさ合計がねとかで計算したんだけどそうえっ、ー、と高いねい高いよねいいっすよ1300円ぐらいあれ <laughs> <laughs> めちゃくちゃ好印象ハタッカいや普通にそうタッカーって多いて思ったもん、えー、決めたグッド買い占めて福袋寄せんのあ前別にいいよははむられてるー <laughs> どうする仙台に送るのいくらよもうね、えー、雑そうだから送料込みにして雑にちょっとなるか送料別で合にするか <laughs>。 えっと、にゃ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 しか頭に入ってこない。待って、<laughs> 待って、奥様、聞いて、話を、えー、!5000 円には入らないのか、5000円のやつは、そう、だから5000円のやつは、あの小さく収まるんで、多分三300いくらのいつものか、500いくらのになると思う。た、うん、だ、あの、5000円のは正直、ちょっとやるかやらないか、ちょっと今、半分半分ぐらいで悩んでるので、そう。 福袋って言ってもびっくりマンびっくりマンチョコの封を開けたやつですよ。いいの入れるよ、本当にね。えー、個人的には送料別希望数。あ、本当ですか本当ですかえ、どう違いみんな。正直、正直。参考にする。参考にする。そう。ちょっと、ね、難しい。あとは、まあまあ、なんかあのちょいちょい意見はいただいていいけど、福袋にこれ入ってたら嬉しいよとか、あと、え、ね、あの、 年明け、えー、と12月に青いタンの,の通販でお買い物をしてくれた方に、まあ、ちょっといくら以上なんですけどいくら以上を買ってくれた方に、あのー、お年玉青いくじの番号を入れるんですよ。で年明けに発表して景品が当たるよって感じなんですけど、まあ、なんかそれもこういうくじでこういうのが当たったらいいなとか例えばね、まあ、例えば撮影会。 ヒトワープレゼントとかさなんかそういうなんかあったりいいなみたいなのあったらまあこういうと配信とかで言うかインスタとかツイッターで送るかまあこのオンラインショップのメッセージを送れるのでなんかメッセメールマークみたいんでそこで送ってもオッケーですうんんー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 近場の人だは遠くの人にはなかなか厳しいよね悩みそう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 いやって感じすぎ えーと正直どちらでもいいんだわ葵ちんのやりたいようにねそうねそうね,そうねとか言ったけど <laughs> ありがとうかといって今度は直接はさせる時にってわけにもい,いそうかなういつ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 イベントが中心なのか分かんないからもう、えー、そんな価値のあるものは高くても転売になるだけえどれ葵ちゃんのものかいえ匿名じゃないとダメなのえ うん、なんか匿名の方が良きっていう人が多いと思ったんでお多かった最初その通販始める時に多かったのであの匿名でっていうのをやったんですけどえ匿名じゃなくてもいいなんてことはある <laughs> 青いくじ青いくじそうちょっとなんかお楽しみをねなんか増やしたいなと思ってうんー明日は20日2分

別に匿名でなくていいわおるし。ああ、そうか。え、ちょっと悩むな。なんか、2つ選択できるパターンにしようかな。匿名がいい人と、あの、匿名じゃなくていいから送料安くの方と。いいな。うん。ちょっと結構、結構、結構減ってきた。ーーーーーうーん、ね。うーん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 。うん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 。 そうだよねもう言っちゃうね、もうワゴの住所知ってたら、もう仙台遊びに行っちゃうからね。えっと、別に今更ら、葵ちゃんに住所ばいたところで何のダメージわ <laughs> かんないじゃん葵ちゃんがピンポンダッシュするかもしれないじゃん葵ちゃんのショップで売ってるものだからね、葵ちゃんだから、匿名かどうかどちらでも、もうみんな、もうみんなの、みんなの家の前に行くからね <laughs> えと こだえー、本,席本席まで知られてるからもはやどうでもフリー素材素晴らしいあいちゃん基本的に女の子たちと写真撮るときに「なんかこれ載せていい?」とか聞かれるのそうこのツーショット載せていいとか言ったら「あフリー素材だから大丈夫」って言ってるえっ、ー、と「こいや! <laughs>」えっと「きなこなら初めて入れたらおいしそうかもえそうだやっぱそうだよねきなこ黒ごまなんやばいやばいこぼれたやばい液体がこぼれたやばいティッシュ ティッシュテ<は>ティッシュティッシュティッシシュュが欲しいパセリに使うやつええあのー、なんだっけこうそうはちみつはみつでも入れるしかないな甘くすんならあとなんだろう砂糖はちょっとなあウェットティッシュもきたやばいちょこぼれちゃったほらこぼれちゃったうやー えーと、ちなみに匿名じゃなゃければ送料いくらになるのいくらだっけなんかある程度しかちょっと見てないんですけどそっちはまだでもう,うーんとちょっと使うものによるんですがえっ、ー、とー安いの600あ関東でとかだけどそう600いくら700いくら800いくらみたいな感じだった気がするえっ、ー、とワイルは助かりますが難波さんは管理 なん、品て言うの、じゃあ、ボンザイってなりませんかあ。大丈夫です。もうあおいちん、あのスーパー、スーパーマンなので。来てくれ。 まあね、ちょっと GoToTravel Go で行きたかったわねなんなら、えー、フリーソーカーいいことを聞いたわなぜだよパパタンママタンお姫様だなありがとうピンポンダッシュとか個人情報悪用しまくるじゃんおいたの信用しついだろ <laughs> ピンポンダッシュえっ、ー、と結構変わるのねえそう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 ,そうなの匿名ってだけでそんなあれなんだと思ってそうまあちょっと分かりましたまあなんかあれば意見送っといてくださいどっかに。

だからなんか言ってるじゃないですかいやでもねまた非常事態宣言なんちゃらってなったらね困りますよねえー、煩雑煩雑ねさすがまキるくん ピンポンポ来ちゃったテーロってのの期期待してるわ期待するのまあ買わないからどうでもいいんだけどねひどいよねほんとにひどいわーもうオルテガさんがもし万が一買ったら全部もう春子たんのチェキで埋めてやるわえー今晩おいたんばん,はタンこん,ばんは、レクタンおかえりー豆乳どうぞ小5だよあ正小5だっけんーなんか大喜利大会だね5つの賞5つの賞5つ語 なんだっけえー、ここごとこごと言わない <laughs> あれ違う,違う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 小言言わない小池さんじゃなくてあれんだっけえー、小回りしない違うなんだっけなんだっけなんだっけ思い出せないえっ、ー、とこう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 んだっけなんだっけあれえっとえいつんだっけ ?8 億年ぶりに仕事場に出てるえ嘘ついに あら、リモートから、いかがでしたか空気は。<laughs> あべこじ、特徴はピンポンダッシュです。おめでとう <laughs> 嬉しいのかな、それ。えっ、ー、と、一日5回そう。あ、なんか、あれだ、あの、あの、こう、こう、気遣いみたいな。心遣いだわ。心遣い。心遣いだよね。えっ、ー、と、あら、おいタんは小人。わー ありがしあぜイエーイってやってた、えー、小学5年生かいいね小学5年生小学生とかってあでも学校はもう今普通にやってんのかアイターのショップだからアイターな特化で売ればそれでいいかなと思ってありがとう頑張るえ少、ー、人数小1時間ってそれだそれそれ少人数小1時間程度小声小皿に料理を分けるこまめにマスク換気消毒へえ そうやってさ小池さんが頑張って考えてんのかなそれとも小池さんの周りの大人たちが考えてんのかなえ小言言わないちょっといやばい小人数こっちか小声お答え出てる小声小声,小声 なんか逆になんか飛びそうえっ、ー、とあっボディクリーム買うやつ大体目星つけたオーガニックなやつ全然置いたのおすすめじゃないじゃんテレワークと違ってマスクつけっぱだからストレスがああなるほどねああでもそうだよね本当にさなんかマスクさつけると肌荒れとかしてやんなのねうんあ明日はピザの日なのやった わがままかますが T 匿名だと諦めちゃうかますただ一意見気にせず決めてくださいありがとうまあ基本的にちょっと匿名が基本では行きたいと思ってる、えー、荷物配送してる小学校でクラスター,ー,ターどうすえ12月いけないわみュウえー、そうなのいいの後悔するよえー、都庁の役人に決まってるじゃんそうなのなんかすごいないつも考えてと思ってうんうーんが 小池本人が考えてるわけないでしょてかそれ政治の仕事かよなあまあ世間に分かりやすく考えてくださってるんだろうなアナボードを用意してくれて優しいなうんうんビクリマンチョコ開けよう <laughs> えー、小池さんには頼れる右腕がいいからね葵ちゃんの春子みたいなもんよなるほどねああなるほどねまあそうだよね人は一人では生きていけないんだよ人と人は支え合って生きているんですよしえっ、ー、と 後悔するやだー <laughs> 無理 <laughs> 後悔するでもちょっと心配だけどねだってなんか何あのー、12月も13とかもうどうなってるか心配だけどえー、ほらおっさんお肌弱いからええー、やつ使いたくなるやんダメああ大事だね大事大事、うん、いいの使っていやそれよかったら教えて えー、小池さんはラーメン食べることしか考えてないよ、ラーメン大好き、小,池さん <laughs> 小泉さん、もう、今日はぽコお休みそう、今日はお休みそう、明日夜やります。はいということで、えー、こちら、鬼滅の刃ビックリマンチョコです、えー、なんとですね、残りが、えー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、10個です、残り、10個だって、30個あったのに。 で、今のところ、まあ、かぶりが2枚出てるんですよ。えー、あと、かぶれる枚数は4枚。4枚だったら、かぶっても、コンプできる。うん。とにあえず、新幹線訳数か素晴らしい。素晴らしい。さすがに鬼、もう無理。まあでもそ、無残出てもいいよね、別に。えー、っと、え、まだびっくり魔女か言ったで30個あるよ、30個。えー、こちらです。んーと、えー、レアが上3枚。 で柱が、えー、全員出てます9人9人出て無一郎が昨日かぶりになりましたでえーとオラの推しのかなおで玄弥もかぶりでまあこんな感じうんあとあと何枚言ったっけあとあと6種類そうやれば出せばコンプでさおいたん頑張りましょうえーと小泉さんの元ネタはラーメンの小池さんって歌でしょうがそうなの歌は聞いたことない あまあよくここまで2枚のかりだけで来れたほんとだよねしかもさレアも出ちゃってさだレアをレアがあと1枚あるからちょっとそれ出さないとちょっと出したいうんうん後藤さんがいない後藤、まあ、さんはまああれだけど鱗崎さんとかちょっと出したいのよねおいたん。 えーとコンプしてからメルカリーしませんちょっとそのなんか煉獄さんとか映画の効果でいい値段で売れるらしいがしませんうんうん,うんうん明日ピザのいないピザを買ってもいいよわかった、えー、レア欲しいもう一箱買うしかいやでもなーでもなー でもなぁ、ちょっとこれで頑張りたいけど、そう。でも、レアってもね、あと1枚、イノスだからね。ということで、開けていきたいと思います。ええー、富岡義勇と鎌ま炭治郎、どっちがいいですかねどっちがいいですか開けるの。ええー、いやいやいや、ごャイ、ごツゴツゴツさんがいるグッズとかあるんかしら知らないなぁ。好きな人が、 まあすごくファンの人がねいっぱいいればいいだけどねそう、うん、すごいでも減ってきたいっぱい黒ごまきなこえー、義勇義勇ね左どっちが左だったギ勇さん後藤さんがいない人生なんて黒蜜のないきなこみたいなもんだよ まあでも最悪は別に黒蜜なくても大丈夫だよ <laughs> 4枚、A、スーパーレア出たら3日間大分の配信見ないようになんでよほんとはメルカリとかで買うのって1箱開けて足りなかったやつだけ買うのが正解だよなあーそうねまあそうねそれかほんとに推しが1枚だけ欲しいみたいな人じゃないうん,う,ーんうんと両方のウェハースだけ欲しい <laughs> <laughs> じゃあ義勇さんを開けたいと思いますえー、っとかぶったやつをメルカリに出すとかああなるほどねまあメルカリやったことないかなということでじゃあこっちを開けたいと思いまーすあ今日はうーん今日は鱗崎さんを出したい青井んは気持ち的に鱗崎さんっていうのは、まあ、炭治郎の師匠ですねそうよく崩壊で俺の心理をよく見抜いたの <laughs> <laughs> 俺の<真>理 <laughs> よしえっ、ー、とこっちが上だからこれですねよしえっ、ー、とえー、そっちやめてよそういうの惑わせないでやめてくんくん今日もいいウエハウスの香りですくん,くんうん、ね、ウエハウスってそのやっぱバニラアイスとかさアイスと合わせると美味しいんだよねよし ということで、じゃあ、あのー、ね、今来てなんだって思った初めましての方も、えー、青いタンこと、ナンバー青いです。えー、鬼滅のびっくりマンチョコを開けます。えー、皆様に先にお見せするので、あの、ネタバレをしない程度のリアクションを、あのー、いただけると、あのー、嬉しいです。あのねあ、あくまでネタバレしない程度で、お願いします。はい、ということで、えっ、ー、と、 んこれで出たらちょっと引く怖いよねさすがに怖いよねえー、いい匂いのウエハスした青いゃおと毎日一個びっくりマンチョコ食べてんのヤオイタンが食べるときもあるしでもなんか母上がめちゃくちゃ食べてる春ママが口開けて待ってますああそうだ食べちゃうふふふふ笑ってるきたあたり早いよまてるくんバレバレでおしょ顔はじめましてあこんばんはなっちゅうさんおかえりこんばんはえー、はいかいさんまだだよまだだよくんくん

あっちがいいって言ったのにえそうやだ怖いあらえあおいたんさようならえゴーさんさようなら言うときはねいやあのいいやつですよやっぱすごくねお来たぞロコラキサゴンジ来たかなうんあれあれまつるくんあれうんはいはずれえうんかわいいえかわいい 可愛いいやもうね女の子はもう出てるよみんなでもえそろそろだと思ってましたえ誰誰誰あ珠玉代様じゃない玉代様どうえあ玉代様出てないそうだ笑ってるチュワーンえチュワンなのえ,、まあ、え男の方じゃないね怖いてか誰だよ誰ねえ怖いええ怖いよえ怖い,ー怖いイエローかエメめだうとくに怖いえー、と世間的に当たり出た世間的に当たりねじゃあ行きます えー、葵ちゃんは鱗崎さんを信じているでもなんか雰囲気的に善逸が出る気持ちがしている <laughs> まあ善逸のノーマルはまだ出てないんでいいんですけどいきます、はあ、一緒に見よう誰でもいいよおかえり学校の先生321はあうわっニャー う嘘でしょえっやばいんだが本当に吾妻員つくん。でもねかぶってないんですよだからこれでコンプするまでの枚数があ,のあと5枚になりました6枚からえっ黄色だよ黄色でどうするあ聞いてくださいよ あのね、もうこれ何回も言ってんだけどその毎週月曜日に更新されるシイタケ占いってやつを青い見てるんですで今週のラッキーカラーが黄色とエメラルドグリーンだったんですねで黄色とエメラルドグリーンだってなった後にそのビックリマンチョコで善逸のスーパーレアが出たんです黄色の金色のでおーってなってそしたら次の日エメラルドグリーン、まあ、グリーンが入ってるカんろじみつりちゃんが出たんですで えーその次の日が昨日か昨日でちょっとまあ緑入ってるあのー、何時と無一郎くんが出たんです。で今日まだ黄色ですよ若手間善逸君こちら炭治郎と同期の聴覚に優れた鬼殺大使普段は器用だが極度の恐怖に陥ると眠りに落ち頭の切れる別人格に変わるまあそう戦うシーンめちゃくちゃかっこいいですからね善逸 いや,やべえな、やべえな、これ。やべえな、もうやだよ。え、もういい、もういい、もういい。だってもうないよ、もうあと。もうないない。ないから、ちょっと、待って。だってもう緑も黄色も出てるよ、もう。うこれ以上は困る。えっ、ー、と、どこだ占い適きて、怖いよね。昨日の私の予想当たった。どうしよう。どうしよう、そういや、乙女座はそうなんですよ、今週。えー、それなーね。しいたけ当たりすぎたの、やばいよね。どうしよう。 どうしよほんとにもう今からなか身につけろってことだよね黄色とさあのー、エメラルドグリーンを身につけろってことだうーんうーん,うーんあっねえぬこじゃーんねえぬこじゃーん映画でもねそういうシーンがありますかぶ、えー、ってないなでもそかぶってないのでとても嬉しいです予言者の才能を開花してるわいやすごいよねいやすごい まあでもそう良かったかぶんなくてんいやスーパーゼースでたらマジやばいよね <laughs> 怖い怖いえっ、ー、とやべえなやべえみんなシータキュールの間見てみてそのい原作と似ても似つかないなそんな変な絵いらんやろやめなさいえ明日は緑えーまあみつりちゃんもう1枚だったらいいかなうんうん 偶然？いやね。いやまあ、偶然かな。<laughs> そう。偶然かもね。えっ、ー、と総武線とえー、常磐線の色か、<laughs> 電車えー、や,らやらせ。疑惑おっとやらせ桜じゃん。善逸くんこんばんはえ、青い玉してる。けい。まさんこんばんは。ありがとう。そう、善逸くんが出ました。今 わい、えー、もしめじ占い信じてるちゅうなーなんか最近しめじとかしいたけとかなめことかさきのこ大好きじゃんみんなえい、ー、今子供に傘持たしたらみんなやるのが善逸つえっそうなのな,なんでなんでえーとやっぱ変ななんか画面がえぜんつの設定って、えー、ワンピにも同じやついたよな寝ながら戦ういやなんならだって テニスの王子様だって目をつぶりながら戦ってるやつとかいるからねえっ、ー、とあっ葵ちゃんこんばんはえっゃさんこんばんはありがとうえっ、ー、とどんだけ知ってるか知らんがそうかもしれない葵ちゃんもそうちょっちどこまで知ってるか分かんないけどありがとう桐まさん今あのびっくりマンチョコをね毎日開けてて今日は善逸が出ましたじゃあ善逸を入れましょううーん,うーんえっ、ー、あでも 同期全然みんな揃ったじゃん。ねえほらほらみんなちょっとここにここにるいちゃんいんのちょっとあれだね <laughs> なんかあれだなそうねここここ,ここ同期ですよ同期まあねず子はあれだけどここ同期、うん、よーしいい感じだうんとえあ、ー、いてるかわようありがとうよしということでえー、まあそんな感じで。 なんだっけうん、そんな感じ。うん。はい、ということで、じゃあ、そろそろ終わりにしたいと思います。えーと、えー、長い棒も持と、みんな、えー、へきへき、あ、一線の真似するらしいよ。よなるほどねー。危ないねー。ビックリマンではない、鬼滅の刃マン、確かに、鬼滅の刃マンチョコだわ。 えー、目をつぶって戦うやつなんて昔から使い古された設定ではまあでもかっこいいよねあそうだ生誕2分結構きましたねあ生誕2分はいあでもねまだですよまだまつるくんまだまだですどうなりました善逸が出ました黄色です善逸くんのノーマルが出ましたエジモンさんおかえりなさいえ生、ー、徒聖,聖夜の目を閉じてってシャッシャカくらいかなそれ見たことないんだよね聞くけど名前はうん うん、はい、ということで、えー、今日もありがとうございました。えー <coughs> まあ、の福袋の、ね、件もそうですが、何、まあ、かあれば言ってください。で今のところ、えーとさあのー、さ申し込んでくださっている方はです、ね、11月22日にあの撮影会が、まあ、今のところ予定通りあります。えー、そして、えー、と12月13日の,あの夕方以降にオフ会を予定しております。えー、あのー まあこの、ちょっとご時世であれですけど、今のところやる予定ですので、あの、よければぜひ開けておいてください。ということで、えー、コメント流れちゃった方いたらごめんなさい。またコメントしてください。ええー、5位、レクターありがとう。4位、モチャんありがとう。えー、3位、ハルミミ、ありがとう。2位、雷門、ありがとう。1位、ハクサマ、ありがとうございます。ええー、右上のハート、白い方、毎日配信してますので、ぜひピンク色にお願いします。あと、青いタンの ツイイッタターやインスタグラムぜひご覧くださいそのなになんかキッチンライブがまたうなぎ30人前キャンペーンやったのでね皆さんぜひ当たりますように、うん、はいということでじゃあ皆さん、えー、明日は金曜日だ1週間って早いな金曜日素敵な一日にしましょう以上あおいたんこと南部あおいでしたおやすみなさーい